皆様おはようございます。本日はようこそアドベンチャーワールドにお越しくださいました。お時間となりましたので、ただいまから唯一のレクチャータイムをスタートいたします。さあ、皆様向かって一番左側の扉よりやってまいりましたのが、昨年の9月18日にお父さんパンダの英明とお母さんパンダのマルコさんに誕生いたしましたメスのジャイアントパンダ、ゆいくんです。生まれた時197グラムと小さな体で誕生いたしましたユイヒンですが、先日生後10ヶ月半を迎え、体重は本日で22キロを超えました。ユイヒンですが、生後3ヶ月を過ぎた頃によちよちと歩けるようになりまして、今では運動場を走ったり木の上に登ったりと、とてもおやんちゃな姿をご覧いただけます。また3月の末にはこちらの外の運動場にもデビューいたしまして、今ではこちらの球部の一番高いところまでスムーズに登れるぐらいたくましい姿を見せてくれています。さあ、またユイキンの口の中には乳歯、子供の歯が全て生え揃い、現在では永久歯、子供の歯が生え始めております。ユイヒンですが、離乳食代わりにタケノコやリンゴなどの柔らかいものを、食べ始めまして、最近ではリンゴがとても大好きでよく食べている姿もご覧いただけます。あ、今ちょうどスタッフからリンゴをもらったようですね。はい、リンゴとても大好きなんです。1歳を迎える頃になりますと、すべて永久歯に生え揃いまして、その頃になりますと、お母さんパンダたちと同じような硬い竹も食べれるようになります。現在はお母さんから1日1回から多くて3回もらう母乳のみで成長しておりますけれども、今後の成長を温かく見守っていただければと思います。それでは長々と話してまいりましたが、ここからは、質問タイムといたします。何か私にユイヒンについて、パンダについて聞いてみたいことがあるお客様、ぜひその場で結構です。大きく手を挙げてください。何かパンダについて、ユイヒンについて聞いてみたいことがあるお客様いらっしゃいませんでしょうか。大変気温が暑くなっておりますので、中の運動場の方へと移動いたします。準備が整いますと、お母さんパンダの良浜がやってまいりまして、親子仲むつまじい様子ご覧いただけます。皆さんもぜひ中の運動場の方へとご移動ください。最後までのお付き合いありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではこの後、赤ちゃんパンダのユイヒン、屋内へ向かって右側の運動場へと移動しまして、その後、お母さんパンダ、良浜もやってまいります。赤ちゃんパンダ、ユイヒンとお母さんパンダ、良浜が登場いたします。本日、大変多くのお客様にお越しいただいております。混雑が解消されるまで、最前列、歩きながらのご案内とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。